フェデリコ・ガルシア・ロルカ・マドリード・シサンタ・アナ広場の、ロルカ像・フェデリーコ・デル・サグラード、コラソン・デ・ヘッス・ガルシア・ロルカは、スペイン・グラナダ県出身の詩人、劇作家。ガルシア・ロルカとも表記される、27年世代の一人。ロルカは、画家サルバドール・ダリア、映画監督、ルイス・ブニュエル、評論家、セバスティア・ガッシュなど様々な信仰があった。ダリには詩集を捧げており、 彼の妹とも親しかった。その一方で作品の内容から彼は同性愛者であったと言われている。アンダルシアのジプシーを読んだロマンセ集、ジプシー歌集が代表作である。日本でも1930年には詩が訳されている。また戦後になって劇作品が多く紹介、上演された。三島幸夫も役所を通じ劇賞している。生きていれば、 ノーベル文学賞の受賞もあり得たと評されている。俳優の天本秀代が、ロルカの詩を好んで朗読することで有名であった。音楽、絵画においても多彩な才能を示したが、そのリベラルな作品と言動のため、スペイン内戦の際に、ファランヘトインによって銃殺された。作品の質のみならず、その悲劇的な最後も人気に一役買っていると言われる。年、 グラナダ県の村、フエンテバケーロスの農場主の家庭に、長男として生まれる。生後2ヶ月で、小児麻痺にかかり、囲碁軽い歩行障害に悩まされるようになる。1909年、イエスの精神学院入学。家庭では、ベルディの弟子であったアントニオ・セグーラに音楽を習う。1915年、グラナダ大学の法学部と文学部へ入学。父親はロルカが、 弁護士になるのを希望していた。1918年、諸女著作、印象と風景を、自費出版。反響は、全くなかった。1920年、マドリードの学生寮に住み、詩の朗読で有名になる。戯曲、蝶の呪いが初演されるが、失敗に終わる。1921年、詩集、詩の本を出版。新聞で批評されるなど評判は悪くなかった。 1923年、法律の学士号を習得。この頃、ダリーと出会っている。1927年、詩集、歌集出版。マドリードの小屋劇場で最初の2曲作品、マリアナ・ピネーダ初演。バルセロナでロルカソ病展開催。1928年、詩集、ジプシー歌集出版。文壇から絶賛され、名声が一気に高まる。 1929年、アメリカ合衆国を訪問。コロンビア大学のスクール・オブ・ゼネラル・スタディーズに短期留学をした。1930年、ウォール街に強い剣を覚えたロルカはキューバを訪問。現地の芸術家と交流を行い、再びグラナダへ戻る。スペインでは、プリモデリベーラ政権が崩壊、第二共和制が成立。1931年、 カンテ・ホ本土の歌出版。1932年、大学生劇団バラッカを設立。古典劇の普及に努める。1933年、地の婚礼初演。大成功を収める。10月にはアルゼンチンを訪問し、熱狂的に迎えられる。1934年、イエルマ初演。1935年、前年に牛に疲れた傷が元で亡くなった。 東牛死を悼んだ詩集、イグナシオ・サンチェス・メヒーアスへの哀悼化出版。1936年、内乱の雰囲気が高まる中、ロルカは、マドリードから故郷グラナダへ戻る。数日後、モロッコで、フランコが、反乱軍を指揮し本土へ侵攻、スペイン内戦が勃発する。ロルカは、友人のファランヘト員ンの家へ逃げ込むが、8月16日、友人の留守中に逮捕。 県庁舎に連行される。8月19日早朝、グラナダ近郊のビスナルから、アルファカールへの途上で3人のレジスタンスたちと共に、銃殺された。38歳。銃殺の折、ロルカは、自由を叫びながら、毅然と死んでいったという伝説が伝わっているが、当時軍に挑発されており、ロルカ処刑に居合わせたタクシー運転手の老人が、後年語ったところによると、ロルカは、 死の恐怖に怯え、命乞いをしていたという。ダリは、親友ロルカ旧姓の法を受けて、ただ一言、お礼、と叫んだと伝えられている。フランコ政権によって、ロルカ作品は、発禁となった。1953年に厳しく検閲された前、作品集が出版されたが、これには、後期の作品の一つが収められていなかった。1975年に、 フランコ将軍が死去するまで、スペインで、ロルカを自由に語ることはできなかった。そのため、ロルカ作品の上演、研究はフランスなどのヨーロッパの方が先行していた。マドリードの広場には、ロルカの像が建てられている。2006年、グラナダ空港は、ロルカの名を冠した、フェデリコ・ガルシア・ロルカ・グラナダハエン空港が、正式名称となった。刺繍劇曲映画漫画。 ありがとうございます。